はい、それでは今日は早川の方からペアドリルを説明したいと思いますね。私が言うところのペアドリルはもう非常にこうコンパクトに、まあ、本当野球のスイングみたいな、ここからここに行くまでみたいなドリルばかりですね。でもう間違いのない動きで、それを1万回やったら1万回分間違って動きを覚えちゃうのが一番危険なので、間違いないやつをやっていきますね。で、まあ、ウォームアップでも2人1組でペアドリル指示する場合がインストラクター多いと思うんですけども、なので皆さんが見たことあるようなやつばかりだと思うんですけど、まあ、細かく説明していきたいと思いますね。じゃあ山田以下は仰向けで、いわゆるマカコのペアドリルをやっていきますね。やるときには、受け手の人は肩幅ぐらいに足を開いてもらう、このぐらいのポジションを作ってもらいますね。あるいは両膝を閉じる場合、これはね、いろんなちょっとこうやりやすさもあると思うので、いろんな方法を試してみてください。そうだ、まずは、じゃあちょっと開いてもらいましょうか。はい、そして両手は相手のズボンの内側のあたりを持ちますね。この状態ですね。もうちょい開こうかな、足。はい、で、まあ、このように自分がやりやすい位置に相手にもセットアップしてもらってくださいね。はい、そしたらば、そのまま、運動に入っていきますね。1、2、3、4。相手のズボンをピンして横に回り込む。このドリルをこの状態でやっていきますね。はい、1、2、3、4ですね。でいつも意識してほしいのは、軸となっている手はこの進行方向側ですね。右手で主にここに軸を落として右足を奥まで運んでいきますね。そして左手は左側にするときは左手が軸になります。で、まあ、両方とも持った状態でこのドリルを続けていきますね。3、4、大体20回ぐらいストロークでいつもやるようにしますね。で、受け手の人に、ペアの人、パートナーの人に数えてもらうのが良いと思います。そうですね、よくあるミスで、こう自分の足にこう体重が残っちゃってる人いますね。これぐらいですね。とにかく体重は前にかけましょう。前にかけましょう。足をなるべく軽くしますね。なるべく軽くしますね。で、ドタバタしない、もう忍者が動くように足音がほとんどしない形で、素早く正確なストロークでこの動作を続けていきますね。これがポイントですね。同じ軌道をなるべく選べる、こうですね、シュタッシュタッと、少しこのステップの音が聞こえるぐらい自分の動きをコントロールしながら進めていくことがとても大切ですね。膝を閉じたバージョンの見ていきましょうか。この場合は両手を膝に置いて構いません。そして同じことをしていきますね。視点がそれほど持たないので、あんまりここにかける圧力は先ほどよりは抑えめになりますね。あんまりこれグーってやると山田もちょっとぐらついちゃうんですね。なので少し軽めにして、こうですね、このような形で優しく抑えながらドリルをしていくといいと思いますね。横に動いてしまうと意味がないかな。やはり相手のサイドまで切り込んでいきたいので、できれば足を相手の横まで出していきたいですね。可能であれば、もう最後離しちゃってみてですね。で、持ちながらですね。ここまでいってもいいですね。で、まあ、持てたら持ちながら進んでいきますね。なるべく横まで。なるべく横まで、この動作を行っていきますね。はい。そしたらば、もう1パターンで、今度は、一方の手を相手の股の間に置くバージョンを説明しますね。まあ、先ほどより少し広めにしてもらって、左手をポストしますね。そして右手の間に膝を押さえます。はい、この場合は左手が軸なんだけども、体は右側に飛ばしますね。はい、そしたら右手を置きに行きますね。そして左手で相手の膝を押さえて進んでいきます。この動作を繰り返していきますね。なるべく音がしないように正確で素早いストロークを、目指しますね。これはもう右手をついて右側に行ってしまう人がいるんですけども、これちょっと間違いですね。間違いですね。右手をついたら飛びながら左手で相手の膝を押さえますね。こうですね、この辺までいっちゃいましょうか。左手をついて飛びながらこの膝を押さえて進んでいきます。こうですね。で、つく時もちょっとコツがあって、
指先をあちら側に向けてしまうと、もうこう手の回線ができなくなりますね。ただあちらに進むときにはこうですね、指先をまあ相手くらいまで向けてあげるとうまく回ることができますね。なので、まあ、僕側に向けないですよね。この辺まで返してしまえば、深く回り込むことができますね。これは、まあ、オーバーアンダーパスとかをかけるときの感覚と似てますね。こちら側に進んでいくとき、動作ができますね。脇を差していけのニュースルパスでも、潰していくスマッシュパスでも、オーバーアンダーパスでも、こちら側に視点を作って、下半身を、こちら反対方向に飛ばすのがよくある、やり方なので、パスカットとしては。その動きの原理を覚える意味でもとても役に立つ道理だと思います。これは20回やって、交代して20回やって、今度は片手をつくバージョンで20回やって、相手の20回やる。などドリルをすると良いんじゃないかと思います。じゃあ、やってみましょうか。はい。じゃあ、パンツグリップしていきましょうか。はい、1、2、3、4、5、1、8、9、OK。 じゃあもう10回今度ハンドポストでいきましょう。はい、それですよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、いいですね。芝本の何が良かったかというと、やはりこのホバークラフトのように平行移動していることですね。あんまり高低差は作らないでください。こうじゃないですね。こうじゃないですね。なるべく床すれすれは這うようにして足を進ませてくださいね。じゃあ今でいってみましょうか。まずはまたこう。持つ場所は膝、まあここのね、ちょっとつきすぎかな。この辺だとね、やっぱちょっとぐらつきが出ちゃうんで、ね、なので膝よりちょっと下の方がいいと思います。いいですね、音がほとんどしないですね。10、はい、じゃあ真ん中手について1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、 OK でしょう。はい、じゃあこのマイクはこのペア取りについては以上になります。